世界中の若手技術者がものづくりの技術などを競う技能五輪の国際大会が2028年に愛知県で開催されることが決まりましたこの国際大会は若手技術者の育成や国際交流などを目的に2年に1回開かれています日本時間の今日未明までフランスのリヨンで行われた総会で 2028年大会の開催地を決める投票が行われ愛知県が選ばれました日本での開催は2007年の静岡県以来21年ぶり4回目です大会は常名市の愛知県国際展示場で開かれ65を超える国と地域からおよそ1700人の選手が参加する予定です開催決定を受けて大村知事は 国際大会の開催は子どもたちがものづくりへの関心を高める極めて意義のあるビッグプロジェクト、しっかりと準備を進めていきたいと話しました。